シルカーズチャンネル。皆さんこんにちは、シルカーズチャンネルの大峰です。今日ご紹介するのは JR 新大久保駅から歩いて10秒のところにある本場の四川料理店センパオです。こちらのお店ではベテランの料理人は中国四川から呼んでおり、本場現地で実際に振るわれている本格四川料理を堪能できます。お店は地下にあるので階段を降りていきます。隠れ家チックな入り口でテンションが上がってきますね。店内は幻想的なオリエンタルな雰囲気、とっても心地よい優雅な気持ちにさせる空間ですね。料理はタッチパネル式のタブレットで注文します。今回は一番のおすすめ料理、センパ沸騰魚を注文しました。待つこと10分、センパを沸騰魚の登場です。大きな器の中には魚がほとんど見えないほどの赤唐辛子と山椒が大量に入っております。見た目からして辛そうですね。いや、この料理すごいですね。この料理はどのように食べればよろしいですか？どうもありがとうございます。これは、上の方は辛いのはこれと下、カシオの方は取って、で、綺麗の魚は出てきますから、で、その魚は、このお椀の上に乗って食べますよね。あ、魚をこちらに乗せて食べるんですね。乗せて食べますね。まずはこれ全部きれいに取ります。あ、取っていただけるんですね。はい、こっちから全部やりますから、あ、そうなんですね。はい、いや、ものすごい量の山椒と唐辛子ですよね。そうですね、これ本格の中華ですね。はい、四川の地方から、わざわざ日本呼んできて、来て、取って、作ってもらいますよね。あ、そうなんですね。はい。いや、この香りもまたすごいですね、この香りがね。はい。いや、すごいな、これ。すごい唐辛子ですね。唐辛子と、これ山椒の、香りね、これ油によって出てきますから。すごいですね。本場の四川料理が食べられるなんてね、すごいですね。はい、まあ多くのお客様は幸せと言ってたから。なるほど。はい。私も早く食べて幸せになりたいな。まあ、大体このくらいかな。はい。で、食べていただいて。あ、はい。はい。ありがとうございます。感想。魚をこちらに入れて、はい。食べるって感じですかね。そうですね。はい。あ、はい。ぜひ感想を聞かせてください。あ、はい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。それではね、早速、こちらのセンパオさんの、こちらですね。魚、沸騰魚。食べてみたいと思います。いや、非常に美味しいですね。これ見た目ほどそんなに辛くはなくてね、こう、しびれる感じとこの辛い感じがね、口中にこう広がってね、そして魚の深い味わいがね、口中に広がってきますね。非常に美味しいです。これは止まらなくなるな、これ。魚プルンプルンですよ、ほら。プルンプルン。すごい上品な味ですね、これは。すごい、お魚はね、もう柔らかくてね、口の中ですごいもうとろけていきますね。これはうまい。すごいね、幸せな気分になりますね。
これ見てください、これこんなんですよ、こんなのすごいでしょ、これ全部ね、山椒と唐辛子ですよ、これすごい贅沢にね、ふんだんにね、こう使われておりますね。さすが本場の四川料理ですね。これだって、食べれば食べるほど止まらなくなりますね、これどんどん食べたくなる。ぜひね、この料理、動画をご覧の皆さんに食べていただきたいですね。これ本当にやばい。これ量結構あるんですけど、これ一人でねペロリといけちゃいますね、これ美味しくて。鍋底にはね、このもやしもね、こういう感じで豆もやしもいっぱい入ってますね。これはこれもね、シャキシャキで美味しいんですよね、この豆もやし。シャキシャキ、まるでね、今ね四川にいるかのね感覚になりますね。この料理は四川料理で水上ニューローっていう料理もあるんですけど、それとはね全く違ってね、この油だけでこう沸騰させて火を通した料理なんですね。で味もしっかりついていて、ほんと辛そうに感じますかね、ほんとこう爽やかなねこう味付けですね。で口中にこうしびれる感覚もそんなにガツンとくるんじゃなくてね、こうほんのりしびれていく感じですね。いや本当に優しいお味の沸騰魚なんですね。沸騰した油に使ってたからね、これずっとね時間かかっても熱々、これすごい。で油にこういっぱい入ってるんですけど、全然油っこさないですから、これ見てください、これこんなでかいです魚、ほらこんなんですよ、すごいでしょ。幸せ。今ねこのコロナ禍で世界で、旅行行けなくて、私も本当は四川とか行ってね、その現地で四川料理食べたいんですけどね、このね新大久保にある千波王さんに来ればね、もう四川に行かなくてもここで本場の四川料理が食べられますね。明日も仕事頑張るぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がね、もし面白いと思われた方はチャンネル登録といいねをお願いします。この料理ね、本当に美味しいんで、ぜひ来てください。